であるスキー専用ゲレンデでありスノーボードでの滑走はできない関東最大のスキー専用ゲレンデというキャッチコピーを歌っているイメージキャラクターにミッフィーを採用し子供向けファミリー層の集客に注力している全体に初中級コースが多いものの常設ポール非圧設斜面コブ練習用コースがあるなど子供向け専用というわけではない 各種料金が割引になる会員制度がファミリー向けレーサー向けシニア向け、個人向けそれぞれに用意されている。オゼガンアンスキー場は本スキー場に隣接しているが、当期のアクセス路は別であり、車ではすぐには行き来できない。キスゲコース途中から連絡コースがあるが、 オゼガンアンスキー場の第一駐車場に滑り込めるだけであり、戻るにはそのコースを登り返すしかなく、行き来はあまり楽ではない。共通リーフト券なども発行されていない。多彩なコース設定をしている。木製コースは、コブが連続する急斜面。ちぐさコースは、山頂からのパノラマが楽しめる。また、有料の常設ポール専用コースもあり、大会開催費等の除外日を除き、 予約なしで利用可能。ありがとうございます。